そうなんです。今回からですね、もうちょっとプロデューサーの松本さんにお願いいたしまして、はい、もう修子の部屋も作って、青い川の中にもう修子の部屋ってもう一個小屋建てて、家賃取らないでちょうだい、取らないでちょうだい、もうこじんまりとも本当にもう部屋を作っていただこうということになりまして、修子の部屋っていうのももう小さい枠をいただきまして、でも呼ぶ方は毎回素晴らしい方をお呼びしようということで、今回4畳半ですけども、ゲストは60畳ぐらいの、はい、呼んでおります。第1回目のゲストはもう修子とも最近ちょっとお世話になっていろいろやっていただいてる、もう私が今一番注目するアコーディオニスト、安西はじめさんです。ありがとうございます。スワルスキーのチャネクタイ、はい、もう聞くところによれば石はあしらった、はい、今日は負けないように、本当だ、もうありがとうございます。しっかりそうでございます。何者をね、もう私だけの知り合いかと思ったら、もうビビさんもお知り合いということで、もう、まあ、体だけだそういう関係押されちゃってるわけ、ポチポチ押されちゃったわけ、そういうことボタンをパーン、ありがとうございます。でもあのはじめさんとの出会いは、はい、去年ですかね、今年ですわよね、去年。今何月？今4月、はい、年度戻りました、去年です。去年ですよね、はい、そうです、年度でね、年度で。あ、どうぞどうぞ。あ、まずは、お乾杯ということ、お乾杯ということ、はい、では、よろしくお願いいたします。お願いします、お願いします、はい、そうなんですよね、去年にあのさらば東京という、はい、まあ、ここも青谷に深いつながりがあるライブハウスでご一緒させていただいて、でまたご一緒できないかなということ で今回もお呼びして、もうぜひ出演していただいたんですけども、小しじふぶきさんのね、あ、そうなんです、小しじふぶきさんの31周年記念ライブというのを出させていただいて、そうなんです、で意気投合させていただいて、でこのはじめさんのアコーディオンがちょっとあの日本人の方とかあまり見たことがない、なんかね、珍しい形ではなんという、ね、ボタンアコーディオン、はい、このね、もうまんまですけども、まんまのボタン式、皆さんね、ピアノの鍵盤と同じのがついてるの見慣れてますけど、これが黒鍵なんですか、要するに。そうですね、黒鍵と白鍵と、はい、並べて、はい、ね、でこれは飛び、なんかここだけ見ると本当にオセゴがもう大体勝負力がついたみたいな感じになってますよね、ここはい、白と黒のボタンにね、あ、僕ちょっとわかんない、ここら辺は何なんですか、こっちのボタン、こっちはあの低い音、あ、低い音が出るんだ、コードが1個指ポイントで、というボタン、これボタン1本でコードが出るんですか、そうなんです、知らなかった、なんかいいわね、なんか NHK のもの、横森さんみたいな、横森さん、ごめんなさい、横森さん、そうです、横森さんでございます、ちょっと思い出しますから、ね、あと呼吸とかもね、いろいろ、呼吸もそういうことで、いろいろ乗り越えて、乗り越えて、辻見さん、マルチな方でいろんなところで、今あの、本当にシャンソンももちろんなんですけども、童謡とか、なんか、あの、ね、ご年配の方、お好きな方、懐かしがある方、多いので、はい、そういうお仕事も。もうやさせたりとか、はい、もうね、でもアコーディオンをこれ始められたきっかけっていうのは、はい、もう十何年前でしょうね、あのサラリーマンをしてたんですけど、それで体を壊して辞めまして、あ、なるほど、はい、で、まあ、音楽は昔からやってたんですけど、じゃあどうしようかなっていう時に、はい、気がつけばこんなこと、気がつけば、はい、もう一応やってやるかと、もうやってやるかと、ガッサラしてやってやるかと、あんまりそんなにできんでなかったはい、なんとなくやっちゃおうかなという、はい、でも一番いろんな楽器あのかじったんですけど、相性が一番いい、楽しい、一人でいろんなことができちゃうので、うんうん、っていうかね、なんか顔と合ってますね、なんか全体的な雰囲気が、アコーディオンもうバッチリバッチリみたいな、あ、なるほどね、もう、はい、ありがとうございます。で、なんかいろいろね、この間あの本当にあのお料理なんかごちそうなんかね、美味しいのすいませんね、あ、すいません、それ誤解、あの私が別に手料理を、あの、あ、なんかね、今ね、必ず関係なのかなと、そういうわけじゃないですか、ちょっとご招待をして、ギロッポンで、ギロッポンで、ギロッポンで、はい、オフレンチなど、オフレンチなんかご馳走いただいちゃって、ワインを開けたいなと、港区でね、
なんか白金でばったりやったあ、そう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 結構ハイソンなんですかプラチナストリート住んでるのはそれほどでもないところで庶民的なところで、はいで、いろいろお話ししていただいて、はい、本当はでも話したいんだけど話せないみたいなすごい経歴の持ち主なんですけどもでもあれデコボコ人生っていう意味でデコボコ人生、はいはい、そういうことそうで、前あのちょっと多分ストレートに言っちゃいけないと思うんですけども、はい、あのどっかの千葉の外れのなんかどっかランドの方であーあの、千葉にあるのに東京なんとか千葉にあるのになんとかっていうところでも演奏されてたと、はい私はあの、今あの言ったのと違う方、海の方です、ね、あ海の方海とか、そうあのネズミとか、あ海のネズミ、ね、犬とか、ヒルとか、海ネズミの海鮮の方なんかまずいことでもあったんですか、今かぶり物ではなくて、音楽でこれって何ですか、何ですか、まさか、ちょっと待ってちなみに、ちなみに私たちは入れないんですよ、そこ嘘なんで、なんで、なんで綺麗すぎるから新しいキャラクターなのかなと思われちゃうから見えて本当にそうなんですよ本当ですかそれクラブ133っていうのがあってそこでね、招待されてあるんだけどもこういう格好だとね、一緒に写真も撮ってくれないしネズミくんたちが新しいキャラクターっていう、ランボのキャラクターだと思われてネズミくんたちから見えない人扱いされてるわけですねこっちはネズミなんですよ納豆の中ではそれからもういろんな、あとあのちゃんこ屋さんとかでも演奏されてるという、はい、ちゃんこ屋ただいま、はい、あの今日も、はい、行ってきたんですけども、火曜日、木曜日は、はいレギュラーですね、墨田区にあります、はいもうグルナビなんかだとかなり上に出てくる、はい、ドスコイランドっていう、はい、違いますよ ね, ねマニア向けのマニア向けの、はい、ところちゃんこ屋さんとかでもはい、あのもう、はい、ところでもやられたりとか、はい、ケソバ着物で夏メロなんですけど、はい、もうね、いろんなものを弾けるだからいろんなジャンルでこう、ね、愛されてる楽器なので、うん、いろんなことなんでもできそうですよね、はい、やっぱりね、シャンソンもね、やっぱり欠かせないですもんね意外と呼ばれないんでお願いいたします。ありがとうございます。もう皆様、世界の皆様、ね、安西はじめもどうぞどうぞよろしくお願いします。本当仕事どんどんね、本当ね。そう。で、そうこの間あのフランスの方にも行かれてたと。あ、クレにちょっとパリに行って、パリに行ってレッスンを受けて、はい。どうですか、レッスンを受けて。あのやっぱりダンス音楽に使われることがすごく多いので、うんうん、やっぱりもう楽譜がありました、こう弾いてますっていうだけじゃなくて。僕の先生はあの女の方なんですけど、アコーディオンってこれちょっとちっちゃい楽器ですけど、十何キロとかあったりするのに、ポルカだからこうよとか、あのタンゴはこうだからとか、あの弾きながら踊って見せてくれて、それはなんかショッキングな出来事でしたね、密接に。で、あの、はい、パリがあのドイツにね、占領されるまでに、あの大体パリの市内に300軒とか400軒とか、そのアコーディオン生演奏で、ダンスを踊るという、ね、場所が。アコーディオンの生演奏でダンスを踊る。そう、ダンスコール。そう、あのシェルブルの天笠にもそういうシーンが出てくる。シーンが出てくる。はい。まあ、そういうところで、まあ、弾いてたような曲っていうのは、まあ、なんか、まあ、グルメ番組とか食べる番組の BGM で流れるね。聞いたことあるわ。聞いたことある。なんかこれ的な。ああ。こういうのは他に何ていうジャンルなの？ミューセットって言います、ね。ミューセット。ミューセット。どこの？パリの下町。ああ、下町。ミューセット。ミューセット。首飛びたら、プロレス的なことでしょうか、ね。はい。三輪のね、自動車とかね。はい、あ、三輪のミューセットってありますよね。そういう、はい、下町の音楽の。なんか全体的に昭和な感じ。昭和のあの挟み込むギャグが昭和の基盤も、はい、ごめんなさい。これ乗るべきですか。止めるべき。どもう音で、ね、あの音で書き消していただければ。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい